です。メカです。ネイラです。リナです。リトです。ピンク、ラテ、B、始まるよ。イエーイ。はい、はい、今日の企画はネイラちゃんの自己紹介動画です。イエーイ。楽しみですか。ね。早速ね、ネイラちゃんにいっぱい質問していきたいと思います。はい、せーの、どうぞ。じゃあまずは名前と学年と年齢を聞きたいと思います。向井玲羅です。小学6年生です。新中学1年生になります。12歳です。お願いします。同いです。そうだね。見えないわ。見えないわ。じゃあ次の質問は玲羅ちゃんの血液型を聞きたいと思います。 A 型です。あ、 A 型っぽい。 A 型の人いる？え、マジ？ A 型、O 型かと思って。レイラちゃんの出身地は静岡県です。おお、はい、じゃあ続いて身長を聞いていきたいと思います。158センチです。158センチということで大きいよね。そうだね、小6だもんね。いいな。じゃあ好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物はいちごとチョコレートです。あ、休日はどんな風に過ごしていますか？休日は家族とお出かけしたり、弟とお家で一緒に遊んだりしてます。かわいい。弟いいよね。あ、絶対可愛いじゃん。似てる？似てる。はい、似てるって言われます。すごい、めっちゃ目大きそうね。じゃあ次、レイラちゃんはどんな性格？キャラクターですか？明るいとも言われるし、すごく人見知りです。明るいのが出てるの？笑顔が可愛い。人見知りってことは初めて会った人にはあのちょっとって感じだけど、慣れてくると明るい。エコちゃんみたいな。そうだね。そうだね。はい、じゃあ続いて将来の夢は何ですか？将来の夢は幅広く活躍できる人になりたいです。いいな。じゃあ最後にやってみたい企画は？いろんな企画をやりたいんですけど、かくれんぼとか。めっちゃ楽しいよ。めっちゃ楽しい。はい、これで、ね、自己紹介。ありがとうございます。なんかまだ今レイラちゃんの9個の質問だけじゃ知れてない部分がたくさんあるので、これからのピンクラテ TV の動画で皆さん見続けたらレイラちゃんがどんどん分かってくるので、ちゃんと見続けてください。ちょっと宣伝ね。どうだったレイラちゃん初めて聞いて？楽しかったです。緊張しました。あ、緊張したんですね。これからね、緊張がほぐれるように頑張りましょうね。はい、これからもね、5人で頑張っていきます。いきましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。